来るよ来るよ。みんな待ってた。これを見たかった。試合行こうぜ。試合行こうぜ。この3人が揃いましたということは、リアクション動画やっていきたいと思います。ということでですね、私のチャンネルがですね、記念すべき10万人を突破したということでですね、はい、はい、スペシャルゲスト会ということで、このお二人お迎えしております。マテンロペの響くん。はい、ありがとうございます。そして、ジルカのリコでございます。ありがとうございます。10万人おめでとう。嬉しい。おめでとう。ピースなこと言ってくれた。と、私、ゲストの皆様でございます。ということで、この3人でお送りしたいと思います、リアクション動画でございますが、はい、なんとですね、大好評でございますが、はい、本人リアクションということですね。はい、とやっていきたいんですけれども、今日は、ジルカの曲をね、ジルカの、なんと新曲、出てしまったということなんで。そうなんですよ。見逃せませんということで。厳しくいこうな。厳しくいこうな。うん、忖度なしで。響き頼むよ。いや、もうじゃあめちゃめちゃ厳しく。ドラムの目線とかも。超厳しく。あ、超厳しく。厳しく判定してきます。あ何をしたかじゃん。EGM の第4弾。はい。これ何て言いますか、これ。サベージ。サベージだ。この絵に出ておりますけど。映画おしゃれ。そうなんだよ。そうなんですよ。ジルカっておしゃれだよね。確かに。これね、4段目の EGM の曲ということでの4も。あら。絡んでその4。含まれてます。あとね、ジルカメンバーが4人っていうのも含まれてます。そうですよね。これで世界取りに行くぞっていう意志の強い。あ、なるほどですね。いろんな意味がこもったこのサベージ。まあ映画ね、4番っていう曲がここで出てるけどね。という曲なんですけれども、この曲もバチクソやばいと聞いてます。一回僕聞いたんですけど、はいはい、もうこれ以上聞いたらおかしくなりそうだったんで、そうですね。今日にちょっと撮っとこうと思ったぐらいの曲なんで、はい、結構僕フレッシュな状態で聴けると思うし、イビキも結構多分フレッシュな状態で。一回聞いた。でしょ？そういうぐらいの感じなので、ちょっと皆さんもですね、初めて見る方も、ね、何度も見る方もですね、この新鮮なリアクションとともに味わっていただけると、また新たなこう世界も発見できるかもしれませんのでね、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいですと。このチャンネルではですね、日々発生関係のお話だったりとか、リアクション動画とか配信しておりますので、まだチャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。あとは2人のね、各 SNS もね、登録よろしくお願いします。で随時ね、本人にもポイント聞いていきたいね。ああ、確かに。ね、ありがとうございます。込めたところとかね、気持ちをね。確かに。行きましょう。いきます。はい。4分23。短いですね。短い。あ、もう、かっこいい。ガイタレだ。ガイタレ。ガイタレです。ガイタレだもん。映画だよ。いやー。クリスネイジーム。おお。今の、いい。いい。あ、リコさん。いい。おい、いいですね、リコさん。入りですね。入りましたね。はい。まあ、4拍目から入ってるところなんですけど。はいはいはい。もう最初からもうパワフルでしょ。なるほどなるほどなるほど。もう一回ちょっとそこ行きたいね。ここね。うん。確かに、シャウトしてるわ。パワフルジャンキー。パワフルジャンキー。ジャンキー大好き。パワフルジャンキー。いいんじゃないいいんじゃない。パワフルジャンキーと呼んでくれ、みんな。これから、りっちょのこと、パワフルジャンキーって呼んでくれ。チェキさせると。やばいですね。そうです。いいですね。パワフルジャンキーなんですね。そうですね。A メロからいきなりですね。はい。でも、もうワールド全開だね。まあ、もう通用する。うんうん。あ、本当ですか。でも、こっからなんですよ、いいところ。よりね。こっからなんですよ。このなんか SE の感じとか、もうジルカっぽいよな。いや、確かに、確かに。めちゃくちゃ。神々しい。神々しいのよ。そうなの。もうゼウスとセイゾンみたいなね。そう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 。それこそ。あ、いったね、リコさん。いいね。出た。聞こえねえやつ。かっこいいでしょ。かっこいい。かっこいいでしょ。かっこいいから聞きたい。聞きたい。今のとこ聞きたい。分かった分かった。確かに。どっちが良かった？本物の声が良かった？いや、それは本物がいい。それはそうだな。それはそうだな。それはそうだ。皆さんにね、お届けしないといけないからね。聞いてください。わあ。今実際聞いたのとちょっとまた別パターンできた。痛い痛い。これで言ったのかと思ったらビッグスクールだった。そう、ビッグスクールも入ってるんですよ。これ吸ってる。これ吐きです。吐きでこんなのが出るんですか。はい。ウィーって。あ、でも
近い近い。あ、さすがさすが。この人シャウトもできるんですよ。すごいボーカルですね。すごいボーカルですか。ドラムもできる。いやめちゃくちゃ上手いけどね。そう、ドラムもできる。ドラムも一応できます。すごい。一応めちゃめちゃすごいです。一応ってなんすか。いきなりピックスケ得意のね、ね、かましてきました。入ってましたよ。お、なんかやばい、もう爆発してる。そう、チュン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 って言って。あ、いいっすね。いやもう緊張と緩和だ。やっぱロウリュした時みたい。いや分かる。効くサウナやこれ。分かる分かる。やばいでしょ。芯から熱くなってくるよ。蒸気が出すぎてですよ。でたまに冷却が入るよね。そう、一瞬シングルが一瞬シングル一瞬シングルが入ってくる。そう。シャウトなんですけど。はいはいはい。シャウトというよりもちょっとガラリっぽい感じですね。ああなるほど。この曲。はい。なるほどね。まあシャウトももちろん使ってるんだけど。あ、そうだよね。結構ガラリが強めな。え、これ着目ポイントですね。着目ポイントです。まあ4曲も出してるから、うん、まあ変化がやっぱ欲しいよね。そう、なんかその中の1個の工夫というかね。そうだね。おお、ほんとだ。吐き捨てる感じだね。そう。あ、あ、いやもう、いや、あ、え、はい、すいません。マリさん気づきました。うん、ジェンさんこうずっとブラスビート。そう。いやもう思った。やばかったね。知ってます。ドド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 って。マシンガンみたいな。行かれてますねこれは。行かれてる。やばいっすね。やばいっすね。もうドラムももちろんやばいっすけど、なんかもう岩でなんか殴られてる。わかる。もうちょっとなんなら画面揺れてる。いや、そう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 、もう一回見て。いややばいやばい。もうすごいよ。ランダ。こっから。しかも片手でいってる。あー、これはこのパターン、これかな。これかスイッチブラストですね。スイッチブラストって言った。よく知ってんな。僕もドラム好きなんで知ってます。ブラストってこれ皆さん、スネアっていうさ、この真ん中の小太鼓の音あるでしょ。それがもうずっと無限に16部かな、これ。あ、8か、88でこのやつなんだ。だから8でずっと鳴ってるんですよ。それをなんかで両手使って両手のね、同時左右右、同時右左左を、でで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 で、だからこっちとこっちのシンバルいけるっていう。だからずっとスネアは鳴ってて、たまにそう上物が鳴るみたいな。そうそうそう。これを片手でやるパターンと両手で今みたいにやるパターンがあるんだけど、そう、両方こちらが音量出るよな。そう、音量出るし、ジェンさんの技術になんかもう触れんとこみたいな。触れるとちょっともうやる気なくなる。いいですね、ブラストが。いやー、うわ、あれなんか、あ、あ、あ、お、ナッピーいけてんな。味しめましたね。ファイナルファンタジーですか。いや、そうですそうですね。ファイナル FF ですね。FF でしたね。ファイナルファンタジーバンドですね。そうなんですよ。すごい顔してますね。すごい顔してます。敵の方かもしれない。そうだね。ファイナルファンタジー。ラスボスです。ラスボスかもしれない。このすごい顔から。顔から。何が出るか。そしてセララップがやっぱり全曲に引き続き。そうだね。入ってきてる感じですね。ファイナルファンタジー。かっこいい。あ、いいね。あ、いいね。あ、いいね。おー、おー、いいね。うわー、かわいそう。やばくないっすか。やばい、やばい、やばかったね。やばいね。壮大だね、めちゃめちゃ最高。これは一人の人が歌ってるんですか。そうですよ、実は。やばいですね。なんだろうね、このさ、芸術作品言うてさ、うん、言うて4曲目なんですよ。うん、パターン自体はよ、うん、意外と似てたりもするじゃん。パターン自体はグワ、うん、ってやってサビ、うん、あのこう壮大みたいな、うんうん、でも新鮮に聴けちゃう。そうなんです。これがすごいなって。そうなんですよ。思いますね。ノリが全部違うからね。そういうことか。うん、確かに確かに。グルーブがなんかこう違うというか。そうそうそう。これ皆さんも結構不思議に思ってたポイントかもしれないですけど。そうだね。そうだよね。それはね、あの俺もそう思う。本人がそう思うならみんなそう思うわね。うん、サビも引き続きシャウトしますね。おー、これ好き。かっ、よい、こっちか。
カチャ久しぶりに聞いたぞ。カチャマジで。カチャポイント？いややっぱメタルコア好きとして。あ、まあ確かにね。カチャはもう。カチャ聞いたらもう。いや令和の船にカチャ聞けましたね。いやもう。開いてー。やばいっす。このスネアがいいね。ドラマチックな。ドラマチックっす。エレクトロな感じ。ね、そうそう、もうドラマチックですよね。いや、わかる。めちゃめちゃわかる。一番のサビが終わって、すごいわかる。ね、こう、最初こうやって聴いてるじゃん。うんうん。途中からこうやって熱くなった後のこのドラマチックなこの感じ。わかるよ。デザート。そうなんですよ。本当に。デザートです。ものすごい勢いでコース展開されるけどね。焼肉食って、寿司食って。そう。すごい来る。2分後ぐらいに来るんだよ。寿司食ったのに、あ、もうステーキ食うんですか。その最後、あのトラジの一番うまいアイスの方出てきたみたいな。トラジ好きだね。大体例えするときトラジだし、あ、トラジ最後のアイスめっちゃうまくないですか。うまいうまい。いや、フルコースよね。盛り。そうなのよ。圧がね、圧がやばいね、うん、この曲の圧やばいね。なんか圧のピークがこれ高い気がする。その圧の頻度はこれ他の曲よりなんかこうゆっくりじゃないんだけど間がある、間がある感じがするんだけど、そのピークが高い感じがするな、うん、ドンってドンね、一発なんか全部が重なった時の、そうね、塊感が。塊感あるよね。いい表現ですね、さすが。すごいですね。波形割れてそうっすよね。そう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 。もう、あ、ちょ、さちっちゃってるよ、みたいになってそうな感じですよ。ね、波形割るぐらい本気で歌ってます。ノリ、ノリですね。マイク壊します。全部まっすぐの波形になってます。ああ、これ。ピッタって。ピッタって。何言ってっかわかんねえ。レックデーだ。すげえな。割れすぎちゃって。割れすぎちゃって。すごいですね。ここまでできるっていうのが。ね、分厚いですね、これね。すごすぎる。分厚壮大だよ。かっけリバー、うわ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 、神様、神様パート。これは前作を彷彿させる。これいいわ。あ、来る来る。うわ、なんか来るわ。お、やばいですね、このグレグラム。来るかと思ったら、そう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 。ちょっと違うの来て、そうそうそう。その後ね、その、なんか2回くらい。ゴーンって。そう。騙されたー騙されるよね。すごい。マジで騙される。デストロイ、デストロイが。そっち系かって思ったら、うん、そう。はいはい、一番死なのが来ちゃう。うん、はいはい。違うんですよ。だから要は前作までだったらあのまま行ってるかもしれない。あ、そう。確かに、うん。でもこれ4作目、4だから。変化として。サベージだから、ここで来るわけですよ。そうなんです。2回ぐらい裏切られたら、いやー、ちょっともう一回聞きたい。これ恋愛、恋愛ですね、これね。恋愛見て。駆け引きですよね。駆け引き。ライン返って、ライン返ってこないみたいな感じ。そうですね。このね。もう、もういいね。ここで、そうね。あ、こっち系ね。そう。でも、全然まだ。で、来るんだよ。いや、この、そして、三連っぽい感じの。やばっ、うーわ、なんだこれ、うわぁ、もうちょっと今んとこやばいな。なんかすごっ、どれもやばかったわ今んとこ。ザいいね、キックポイントがみんな情報量やばい、ね、情報量やばい、この曲やばいですね。やばい、これまとめてほしい、ウィキペディア今すぐ良すぎる。これすごかったね、落とし方すごかった、ね、今のやばかったな。落とすタイミングだけじゃなくてさ、ね、落とした後の、そう、3連っぽい感じ、そうね、これ全部ギターダウンとかね。なるほどな、なんか男らしいですよね。当たる、いや男らしいよね。今時そんな人なかなかいないじゃないですか。そうですよ全部ダウンでね。そうそう、全部ダウンでやばいですよ。角刈り角刈りみんな今マッシュなのにさ、角刈りか、角刈り、確かに角刈りですよ。この落とし方や、この次、これここね、もう一個来るよね、もうあれね。そして早くなんだよ、あっ、ここここここ、ここバカ、ここバカ確かに確かに確かに確
確かにここやばいですね。ここすごいね、凝縮されてるね、人口密度高いね。やばいわ、すごいね。すごい気合い入れそうな顔してますね。行けるなーみたいなね。すごい。でもこの顔するの理由わかりますよね。わかる。この顔になっちゃう。どうや。いや多分ここ聞いてる人全員この顔になるよ。いやマジで聞いてる側も。たまたま止まった時だけどね。そうですね。すごいですよ、ここ。そうですね。もう一回聞きましょうか。料理だね、これね、もう一回ね。こっちだ。休まんねえ。よかったね。え、マジで？まだなんかありそうじゃん、これ。こっからちょっと何が来るかね。まだなんかありそうだよ、これ。心の準備がこれずっといる曲だね、これ。今から行くぞ。いや、嘘だよ。すごいいいとこで今日止めます。確かに。いいポジションですね。全部これ。確かに。何回も見たんだろうね。そうだね。本当は。うん、1回とか言っといて。狙ってんの？そうそうそう。もう一度サムネを出そうか。そうそうそう。何回も見たんだろうね。そうそう。今、嘘のリアクションしてますから。多分全部。なんかすごいもん。予感がすごい。もう一段階来そう。そう。MV もいいよね。これを待ってたよね。これだよ。これはやっぱり欲しい。いやこれ欲しい。みんな待ってるだろうなと思って。ジルカだ。あのテンポチェンジいいな。いいよね。もうだってもうあそこまでやるならさ、もう一曲作った方がいいじゃん本当は。そうなんですよ。もはやね。そう。もう本当そう。でもこう言ってるから全部くっつけて。すげえ。いや展開があまりも多いですね。この曲すごい欲張りですね。今んとこいいな。今んとこいいよね。いやなんかこう裏切られに裏切られて、うん、もう一回裏切られたねこれね。こっからさ、うん、この感じラップライクな、うん、いやいいよ。みたいな通話すぎるね。ベチベチの。これジルカだ。いやジルカだよな。うわいいね。気持ちいい。気持ちいい。うん。おい。もう2012年。間違いない。2012年。今のもう。おおかえり。僕は来たの。ああ。これバトンタッチ好きなんですよ。そうなんですよね。かっこいいかっこいい。はーい。ビール戻って。いやいいね。お立ち台の上のちょっと本気出してきましたね。そうですね。ライブ映えもそうですね。これぐらいだから。いやいいね。おいいいいねアウトロ。燃えてる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 駆け抜けてる。チュン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 。確かに。多いですよね。惑星物語みたいな。猿の惑星みたいな感じですか？いや。それでいいんだったらそれでいいです。映画感すごい。なんか4分23秒って普通の長さじゃないですか。うん。なんか逆にですよ。長く感じましたね。展開がやっぱ。もう、6分。嬉しいからね。6分半ぐらいに感じたね。なんか。ガチで。なんか。マジで。テンポ感もなんかさ、うん、なんか、まあ途中までは少なくともさ、めっちゃ早くは実はないじゃん。そうだ。早いけど、うん、なんかまあ、さっきの話じゃないけどさ、塊。塊でぶん殴ってくる系だったから、うんうん、岩だよね。で最後それが細分化されたね。確かに確かに、待ってたね。待ってた。いやすごい楽曲ですね。ボーカル的にはだけど、う
なんかやっぱさっき言ってたけどさ、ちょっとこうがなりチックなとこだったりとか、うん、投げる感じが多かったね。なんかちょっとそう、あえて、あえて、うん、こう投げ気味なとことか、うん、あえてそんなに力入れてないとことかあったから、さすがですね、うん、よくわかりましたね。ふわふわふわってあえてでも歪ましてるみたいな、そう、ジジシャウトあんまり使ってない。そうだよね、そう、この曲だからさっきね、ジジシャウトやってたじゃん。ジジシャウトって結局ジジシャウトとはめちゃめちゃ気合い入れたシャウトみたいな。まあ簡単にそうそう、まあブチギレシャウトです。ブチギレ。でも意外とこの曲ブチギレても良さそうなのに、まあ確かに確かに。意外となんかリコ自体はスンスンやってる。そうなんですよ。とこが多かったかもね。ジルカのに関して、うん、僕が責任を持って言えることは一つあるんですけど。どうなんですか？ライブでもこれですか？そうなんだよ。これ。そうなの、一番重要。響さん、ありがとうございます。これ、マジ、昔から思ってたことで。めちゃくちゃ。マジか。しかも、まあ、なんか、こういうの、やっぱ、難しいのって、今、いくらでもパソコンでやっぱ作れちゃうんで。そうですね。うん、そうですね。そう、それを、いかに再現するかってとこだと思うんですけど、マジでこれができてるから。いや、そうなんだよな。わかるよ。そう。しかも、MV とか当然さ、ライブないじゃないですか。うん。まあ、後ろバック流れてるパターンもあるけどさ。うん。MV ないのに、MV 見えるんだよね、ジルカのライブ。ああ、俺よく確かに確かに、俺よく思うんだよ、ね。なんか、あ、MV ですかこれみたいな。本当本当本当。いやー、二人とも何が食べたい？何が食べたい？トラジトラジ。俺も行きましょう。ありがとうございます。チーム四段、四段目です。ふさわしい曲でございますのでね、うん、皆さんもこれチェックしてみてくださいということで、今日はマテオペラの響くと、うん、あとジルカのリチョを迎えして5分に声援を迎えしてリアクションさせていただきました。チャンネル登録を済みでない方はこの機会にぜひよろしくお願いします。あと高評価もぜひよろしくお願いしますということで、ありがとうございました。ありがとうございます。